速報、リバプールさん、遠藤航のライバル獲得214億円を用意してしまう。ポルトガルメディアの、お情報は25日、リバプールがポルトに所属するアルゼンチン人ミッドフィルダーアラン・バレラの獲得を目指していると報じた、ネクスト・マスチェラーノ、とも称される現在22歳のバレラは、中盤の守備的なポジションを主戦場とし、今シーズンからポルトに移籍すると、これまで公式戦28試合に出場し2ゴールにアシストを記録している。そんなバレラとポルトの契約期間は2028年までとなっているが、リバプールが同選手獲得のため7000万ユーロ、約114億円を支払い、契約解除条項を発動させる用意があると、お情報は説明している。なお、バレラがリバプールに移籍する場合、現在同クラブの守備的ミッドフィルダーとして大活躍している日本代表ミッドフィルダー遠藤航とポジションが重なることから、遠藤のライバルとなる可能性がある。リバプールのアンカーはどちらにしろ経験ない若手に務まらないので、遠藤と交互で使っていって徐々に慣らしていけばいい。何試合か見たことあるけど、即遠藤からポジション奪えるとは今はあまり思えん。我らがバレラはマジで応援したいけど、さすがに遠藤の働き見てたらスタート奪えるとは思えんな。遠藤がスタメン云々の次元ではなく、怪我人が多すぎて中盤やれる人間がアカデミーですらいないから、来シーズンは補強必須ではある。どっちみち誰か入れないと今のままじゃ遠藤に負荷かかりすぎやろ。ポルトガルさんなら安心だな。若干顔もマスチェラーノに似てる。22に見えんのやが。遠藤のライバルというより後継者。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。